ハハッピーーーバススデウせーのハッピーバースデー J ハウスあーーメん23年間おめでとうございます、えー、本当にこの地で教会が23年も続くのは素晴らしいことやと思います私たちのこの愛する J ハウスの原点に少しだけ戻ってみましょう、えー、ここに出ているように1999年 9月19日明日ですね明日の23年前に初めて日曜礼拝が持たれましたその時のグループは勝也さんみきさん勝也さんのお母さんのみち子さんの3人でしたそんな中で礼拝がスタートしましたそして礼拝をしているうちにある時教会が与えられましたこれが2000年4月です大阪のこの東梅田この地に えー、初めは事務所ビルだったみたいなんですけど、まあ、それを改装して教会になったとそれでそこから23年間 J ハウスは続いてます主任牧師の飯田勝也先生に聞きましたこの23年間で J ハウス存続の危機ベスト3を教えてください聞きましたなんと帰ってきたでしょうか運、うん、ないあめー かっこいいですアーベーかっこいいですさすがですねまあでもですよまあ牧石先生はそうです牧石先生はそうですでも僕たちは違いますよね私たちは忍耐してきました23年間必死に忍耐してきました教会の中でも忍耐がありましたそして各それぞれの 個人のの生活の中、まあ、日曜日以外は、ね、社会にこう行ってるのでその中でも苦しししいいいこここと、しんどいこと、辛いこと、んんどたた。くさんありました私たちは忍耐してきました、まあ、教会単位で言うならやっぱり最も忍耐したことっていうのは、まあ、あくまで僕の意見なんですけど、まあ、やっぱりコロナウイルスではないでしょうか 長く続いた礼拝、まあ、集まるのが当たり前になってましたでもこのコロナウイルスっていう脅威が起こった瞬間人が集まれなくなりました僕も当時学生でしたけど集まれなくなってやっぱり信仰が落ちましたすごい孤独感もまあ一人暮らしだったので孤独感もあったりどれだけいかにこうして集まって みんなで礼拝できることが素晴らしい恵みなのかっていうのをコロナウイルスを通して学ぶことができました、まあ、礼拝が再開してもソーシャルディスタンスをまあ保ってこうやっていかなければならない非常にまあ J ハウスにもそうだし日本の教会にもかなりの打撃を与えたのがコロナウイルスでもしかしです私たちはこのコロナウイルスを忍耐して 乗り越えました主は私たちの忍耐をお喜びになっておられますあなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった私たちはまさに私の名のためにイエス様のお名前のために忍耐しました私はあなたの行いあなたの愛と信仰と 奉仕と忍耐を知っているまた初めの行いに勝る近頃の行いも知っている私たちはいろんなさまざまな試練を乗り越えて今再び教会に戻ってきました帰ってきましたしかもただ帰ってきただけではありませんさらに信仰がアップグレードしてこの地に帰ってきました最近では金曜礼拝があって 金曜日の会社終わり、まあ、主婦の人は家庭の終わり、まあ、週末に集まってですねこう熱く、熱く祈って熱く賛美して熱く語ってそんな熱い礼拝昔はフライデーパーティーっていうあの伝統集会みたいなパーティーがありました、まあ、そこでは楽しくご飯を食べて遊んでいくっていう会やったんですね昔はそうででしたでも 私たちは生まれ変わって非常に熱い金曜礼拝を持っている私たちの信仰はアップグレードしたんではないでしょうかあなたは忍耐についての私の言葉を守ったので地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守る。